はい、岡崎の主と言います。妖怪ウォッチプニプニをメインに好きなゲームの実況と毎日ライブ配信を頑張っております。新イベント初日にはガシャライブもやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、日付が変わりました。本日6月27日になります。ワイルは壊れくるよ。さあ日付が変わりました。伝承ありがとう。さあお知らせ見ていきましょう。お知らせ出てこない。はい、ラストチャンス新キャラ出現率アップガシャスタンプ付き。30連はダメ、40連目ですね。40連目から新キャラ確定枠で、まあ確率はいつも通りで、まあそこはよしとして、何か来ている特殊能力効果アップ、ウーラーマップのデスマーズに与えるダメージアップ、そして灼熱の間に与えるダメージアップ、イザナミが特大、しばらくがダメージダウン活躍度大、特大から特大になっただけね。でここら辺は変わってないのか、油風呂の間のやつは変わってないってことでいいよね。イザナミが特大になりました。まあ、デスマーズのところはあんま関係ないかなって感じですけどね。はい、ということでイザナミがめっちゃ強いという感じですね。でガシャに関しては 0.7、0.6、1.65 ということで、しばらくマーズ1点狙いで、持ってないんでしばらくマーズ1点狙いでいきたいと思います。まあ回しても100連かな。はい、どうせ使わないだろうしね、いきたいと思います。10連目、一発目で出ろ。関係ないこの SSS で。マジかマジか、2個もやったんじゃねえの。ちくしょう、あーちくしょう、ふぅくっ激アツ、ちくしょうちくしょう。さあ20連目。いやなあ、まあ、マジでいい。神引きしたんだけどな、今神引きしたんだけどな。よい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 よ、やばい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 、引きは強い引きは強いが、さあダーボンイザナミーチキショー、引きは強すぎる、引きが強すぎる。さあ次 Z ランク以上、やべえ違う、同じトリプルゼータ違う。30連目。さあお願いします。虹、全部虹、30連とも全部虹。30連シャハー、勝ったー。30連は激アツ、勝った。何に勝った知らんけど、オッケーコンプリート。イエスイエス、引き強、これはラストチャンス、よかったよかった。まあ、火星のアスは出なかったにしろ、いや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 、オッケーオッケー、もういい引きした。で今回のレアの間でのね、活躍度が特大になったイザナミが2体も出て限界突破級強くなった。よしオッケー、でしばらく出していくという形で、まあ使わないかな、使わないかな、うん、とりあえずこのままでいいやって感じですよね。はい、ということで皆さんのラストチャンスガシャいかがでございますでしょうか。私はしばらくまず1点狙いで見事30連で新キャラ確定枠に行く前に30連でコンプリートということで、これで次のイベント11周年、妖怪ウォッチシリーズ11周年イベントに臨むことができるかなと思います。皆さんもぜひラストチャンス、そして狙いのキャラクターを出してワイポイント一緒に頑張って貯めていきましょう。さあレアの間出てきましたんで、こいつを討伐して終了していきたいと思いますが、
イザナミダメージ大体60万ぐらいだったんですよね。それが特攻特大となってどれぐらいのダメージになるのか、まあ、非常に楽しみなところではございます。でただね、ちょっと限界突破がもともと7からガシャ引いてね、9にまで伸びてくれたので、よりダメージが出るとは思いますが、10万ちょい10万ちょいしか増えてない。増えたけど劇的に簡単になるぐらいのレベルではなかった。ちょっと残念な感じだった。マジか、10万、15万ぐらいか。そうですか、ちょっと物足りないですね、私にとってはちょっと物足りないですね。ちょっと物足りないですね。10万ちょいしか上がってないわ。そっか、特攻特大、相変わらず特攻特大渋いな。何なんだろう、昔から特攻特大って渋いんだよね。ダメージがあんまり上がんねえんだよ。今回もそうだったね、全然上がってないわ。全然上がってない、10万ちょっとしか上がってないわ。残念。これがちょっと何回言うんだけど、まあ、ちょっとは楽になるかな。ちょこっとだけ楽になるかな。劇的に楽にはならないけれど、まあ、多少は楽になったぐらいか。そこまで嬉しくねえな。30万ぐらい上がるとね、多分一気に攻略の難易度が変わると思うんだけど、さすがにそういうことはしないみたいなね。早速討伐して今日は終わっていきますか。はい、あまり残りの HP も変わってないからね、だからそんなにダメージとしては上がってはいないという感じですね、やっぱりね。はい、多少は速度は上がるかもしれないし、倒しやすくなるかもしれないけれども、イザナミのダメージ大から特大に関してはそこまで感じない上がり幅というところですね。はい、ということで今日から4日間ラストチャンス、次のイベント11周年、妖怪ウォッチシリーズ11周年に向けて、毎日周回ワイポイント貯めて、まあ頑張って35万36万ぐらいまで貯めていきたいなというふうに思っております。ということで毎日ライブ配信やっておりますので、ぜひ今日の夜も遊びに来ていただければと思います。今日はこの辺で終わっていきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。また今日の夜ぜひ周回ライブに来てください。それではみんなバイバイ。